真ん中に。背番号16番矢沢選手、そして29番青木浩太選手到着しました。皆さんもう一度拍手お願いします。じゃあそれぞれ自己紹介お願いします。面白いことお願いします。皆さんこんにちは。暑い中ありがとうございます。みんなで汗かきましょう。背番号29番青木浩太です。よろしくお願いします。はい、拍手。はい、続いて、こんにちは。16番の矢沢です。よろしくっす。それだけ。はい、今最初はこんなもんで徐々にね。はい、じゃあまあ、昨日も試合があって2人出場しまして、まあ、若干疲れている中ではありますが、皆さんに会いに今日来てくれましたので、まあ、ちょっと何個か質問の方をしてみたいと思います。多分ちょっとこの2人が膨らませてくれると思いますので、じゃあまず5月の終わりに韓国と立山のキャンプがありました。結構きついキャンプだったという話を聞いてますが、実際はどうでしたか。練習その他、まあ、いろんなことがあったみたいですが、じゃあまず青木選手はちなみに韓国と立山両方、はい、両方いや、まあ、まずじゃあ韓国試合がやたら多かったという話ですが、そうですね、普通じゃ考えられない感じの試合の日程で、はい、もうまあ、ちょっと自慢なんですけど、4試合あったんですけど、俺が一番出場時間長かったっす。ちなみに何日で4試合？5日っす。5日で4試合、はい、じゃあほぼ毎日。ほぼ毎日っす。まあ、学生の頃だったら結構まあそういうのはありますけど、プロに入るとなかなかないですね、そういう日程は。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ矢沢選手は、はい、じゃあ立山では、まあ、練習がきつかったのと、まあ、なんかえらい早い時間にやったり変なとこ登ったりとかなんかいろいろあったみたいですが、はいはいはい、いかがでしたか。本当に朝の4時半に起きて朝の6時から練習して、それからまた9時に練習して3時にまたやって。